12月22日都立白鷺特別支援学校で第2回都立高校ボッチャ交流大会が行われました。この催しは障害の有無にかかわらず区内の高校生が共にボッチャを行うことで交流を深めるとともにスポーツの楽しさを知るきっかけにしてもらおうと開催されています。2回目となる今回は昨年の4校を上回る7校が参加しおよそ40名の生徒たちがボッチャを楽しみました。こうした大会を通じて生徒たちの交流が深まるとともにパラスポーツへの関心が高まるといいですね。